じゃあもう最初に言っちゃいますね。なんと私の名前にジュンとバチューです。イエーイ。皆さんこんにちは、ゆべあーです。今日は暑い時期をやっていきたいと思います。それではレッツキラキラ。はい、今回はですね、前回から結構経ったと思うんですけど、時間が結構空いちゃって、ゆめふわ島はめっちゃガラッとすごい住民も変わったし、島ももうねガラッと変わったので、島を紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。でまず、でちょっとこのまず入ってからのところですね。ここはまああまし変わりないんですけど、まず飛行場から出てこう入ります。そうするとあのポークだったのがカモミの家になりました。でなんとこれを見たらもう分かる人はいると思うんですけど、私島クリエイターをゲットしました。あのなんかなんで島クリエイターがゲットできないんだろうと思って YouTube とかでいろいろ検索したりして、ヒデさんにダメなところも聞いてみたんですけど、それで私島の隅の方に服をずらっと並べてて、全部取って収納したんですよ。そして島の評判を聞いたら、なんと三つ星になってて、それで島クリエイターをゲットしました。なんでもうここのここをテラコッタなんですけども、全種類ゲットしました。なんか島クリエイターのアプリをゲットしても、タヌポートでマイルを使って買わなきゃいけないんですよ。でここにゴミ箱とポストですね。でカルピの家ですね。ここは4号の家ですね。なんかダンベルしてます。でこっちをこう渡っていくと、まあ、ここの上の部分もこうつながってるんですよ、こんな感じで。でここは果樹園ですね。ちょっとここだけがちょっと空いてるんですけど、リンゴ、さくらんぼ、桃、なし、みかん。でここはフララの家です。フララっていうのは、あ、ちょっと待って、ゆうたろうがいる。ちょっとあとでマップ、最後に全部消化したらマップ見せるので、その時に言いますね。でそう、こんな感じにここをもう橋じゃなくて全部つなげて、この橋は意味ないんだけど、ちょっとまあ撤去するのも初めての橋だし、もしかしたらまた壊すかもしれないと思って、このミニ橋をちょっと一応つけてますね。でこの滝の前にこの石を置いてます。坂を登ったじゃねえな。ここはちょっと途中なんですけど、この木のやつを引きました。でマイホーム変わったところは一個左に増築しました。イエイ。ちょっとあのローンを払い終わって、ちょっと左に増築して、ちょっと前も言ったっけかな、わかんない、ちょっとその時どうかわかんないんですけど、もしかしたらその前の時も増築してあったかもしれないんですけど、ちょっとね記憶がねないですね、前回の。ちょっとここに行ったら、ちょっとごめんなさい、これは気にしないでくださいね、バレちゃうんですけど、ここはどうしような。じゃあもう最初に言っちゃいますね。なんと私の島に、せーるるるるるん、なんと私の島にジュンとパチが来ました。イエーイ。はい、そうなんですよ。実はそう、ずっとそれを言おうとしてたんですけど、やる機会がなくて言ってなかったんですけど、なんとジュンとパッチが来ました。本当にパッチはマジでやばかったですね。ちょっとジュンがいますけど、ジュンとここパッチの家です。こんな感じにしてるんですよ。あのジュンはママの友達がアミーボカードを当てて、それでアミーボカードを貸してくれて、ジムほら入れたんですよ。かわいいでしょ。でパッチはもうすごい意地でも欲しくて、ずーっ
とやり込んでたらアミーボカードがゲットできました。ちょっと今手元にはないんですけど、パッチのアミーボカードがゲットできてすごく嬉しいです。マジで本当にパッチが来て、ちょっとパッチ今どこに遊びに行ってるか、どこに行ってるかわからないんですけど、ちょっと見かけたら話しかけてみます。で、ここちょっと見えちゃう、ここはなんかお客さんとか来た時のプレゼント置き場、結構少なくなってないので、こっちに行くとキャンプサイトでーす。イエーイ。前回キャンプサイトはあの案内所の隣の方にあったと思うんですけど、こちらに移動しましたね。じゃあ紹介していきます。まずここにはフラミンゴとキクだっけ、キクとアジサイだっけのやつと、まあ今アジサイ咲いてないんですけど、またキクとあれと、あとベンチと道しるべ、世界の道しるべと座れるやつと、ゴミ箱とお菓子の自販機と、ここにキャンプサイトがあって、ここ滝ですね、ここも滝ですね、こんな感じですよ。でここの床っていうの、地面は土にしてみました。あのしまくりでやりました。こんな感じですね、マクチは。で結構住民がめっちゃガラッと変わっていなくなった住民もいるんですけど、皆さん大好きドレミちゃんです。ドレミちゃんもなんか来ましたね、うちの島に。まあね、じゃあちょっとマップを見せたいと思います。間違いないので、じゃん、まず4号、次にドレミちゃんに、カルピ、ユキミ、これがフラワーですね、パッチ、シャンティ、カモミ、ヒョタで、結構住民厳選頑張りましたよ。でこれからもあのアミーボカードが結構住民に呼びたいやつがいるんで、ちょっとそれはやっていこうかと頑張ってます。4号とヒュートは初期の住民は残してます。ちょっとあのもし本当に好きな住民が来たとか言うならちょっとどけちゃいますけど。でキャンプも飛行場、キャンプサイト、博物館に仕立て屋さん、そう仕立て屋さんが大好きなんですよ。お店に案内所です。大体はこんな感じなんですけど、パッチがいないんです。なんでなんでしょうか。あーびっくりした、パッチかと思ったのに。じゃあちょっとパッチ探しの旅へ行きます。レッツゴー、パッチ。あ、そう、ここに公園をつけたんですよ。早くにどうぞ。パッチがいない。どうしたの、でもちゃんのお家に来ます。フーララ、フーララ、フーラフーララ。え、パッチいた、パッチ、パッチや、パッチ、パッチいたよ。じゃあフララちゃんに。パッチ、パッチ、パッチいた、パッチ、じゃあパッチ出してきます。じゃあパッチだってば。パッチに皆さん行くよ、パッチに話しかける。そう、 TikTok とかいろんなのが流行ってるポケットクラッキュンです、エナジー落としてクラッキュンですってやつにしましたね。パッチがいたということでもいいですけど、じゃあね、バイバイ。なんかすごい流行ってる、今はそんな流行ってないかもしれないんですけど、そう、音源が良くて、音が、音源っていうか音が良くて、ポケットからキュンです、何落としたらキュンですっていうのにしましたね。でちょっと音源をちょっとね、なんか見せたいと思います。どういうやつかね。
これですね。はい、おっと、一件です。スクショタイムですね。3、2、1、えい。こんな感じですね。じゃあ流すと、件です。件ですって感じですね。これなんですけど、今のメロは。件です。はい、おっと、件です。いいかもね。こんな感じですね。なのでぜひ皆さんもやってみてください。こんな感じですかね。まあ、私の島結構ガラッと変わったって言ったんですけど、もう私にしては結構変わったっていう、まあね、あとジンがね来てくれたことがねすごく嬉しいんですけど、まあね、今回はねここまでにしたいと思います。もしこの動画が少しでもいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ヘクタックはテールしてあげてください。はい、今日もイルト動画だったけど最後まで見てくれてありがとうね。バイバイ、また見てね。